トロイア戦争、トロイア戦争、トロイア戦争は、ギリシア神話に記述された、小アジアのトロイアに対して、ミュケー内を中心とする、アカイア人の遠征軍が行った戦争である。トロイア、あるいはトロアスという故障は、後の時代にイリオス一体の地域に付けられたもので、ある。この戦争の記述から、古代ギリシアにおいて、ホメロスの英雄女子子、イーリアス、 オデュッセイアのほか、キュプリア、アイテオピス、イーリオスの陥落などからなる一大ジ,ョジシカンが派生した。またはエルギリウスは、トロイア滅亡後のアエネーアースの遍歴をアエネイスにて描いている。この戦の起因は、キュプリアに詳しい。オオミワゼウスは、増えすぎた人口を調節するために、秩序の女神、テミストシアンを重ね、ついに大戦を起こして、 人類の大半を死に至らしめる決意を固めた。オリンポースでは人間の子、ペーレウスとティーターン族の娘テティスの婚儀が行われていたが、争いの女神、エリスの実はこの共演に招待されず、怒った彼女は最も美しい女神へと書かれたヘスペリデスの黄金のリンゴ、フワのリンゴを神々の座へ投げ入れた。この蜘物をめぐって、ことにヘイラー、アテーナー、 アプロディーテの三女神による激しい対立が起こり、ゼウスはこのリンゴが誰にふさわしいかをトロイアの王子パリスに委ねた、パリスの審判。三女神は、それぞれが最も美しい装いを凝らして、パリスの前に立ち、なおかつ、ヘーラーは世界を支配する力を、アテーナーはいかなる戦争にも勝利を得る力を、アプロディーテは最も美しい女を、 それぞれ与える約束を行った。パリスは、その若さによって、富と権力を置いて、愛を選び、アプロディーテへの誘いによって、スパルタをメネラーオスのヒエレネを奪い去った。パリスの妹で、トロイアの王女カッサンドラーのみはこの事件が国を滅ぼすことになると予言したが、アポローンの呪いによって聞き入れられなかった。メネラーオスは、兄で無ナイの王であるアガメムノーンにその事件を告げ、 さらに、オデュッセウスと共に、トロイアに赴いて、ヘルネーの引き渡しを求めた。しかし、パリスはこれを断固拒否したため、アガメムノーン、メネラオス、オデュッセウスは、ヘルネー奪還とトロイア懲罰の遠征軍を組織した。この戦争では、神々も両派に分かれ、ヘイラー、アテーナー、ポセイドーンが、ギリシア側に、アポローン、アルテミス、アレース、アプロディーテが、 トロイア側に見方した。ボイオーティアのアウリスに集結したアガメムノーンを総対象とするアカイア軍は総勢十万、千百六十八隻の大艦隊であった。アカイア人の遠征軍はトロイア近郊の浜に上陸し、アキレウスの活躍もあって待ち構えたトロイア軍を撃退すると浜に陣を敷いた。トロイア軍は強固な城壁を持つ市街に籠城し、両軍は 海と町の中間に流れるスカマンドロス川を挟んで退治した。イーリアスの物語は、双方に犠牲を出しながら9年が過ぎ、戦争が10年目に差し掛かった時期を起点に始まる。戦争末期の状況については、イーリアスのほか、アイテオピスやアヤースにおいて語られる。トロイアの優勝ヘクトールとアカヤの英雄、アキレウスの没後、戦争は、硬着状態に陥った。しかし、 赤い赤たの地匠オデュッセウスは巨大な木馬を作り、その内部に兵を潜ませるという作戦を考案し、ショーイーディアスでは女神アテーナーが考案し、これを実行に移した。このトロイアの木馬の刑はアポローンの神官ラーオコーンと王女カッサンドラーに見抜かれたが、ラーオコーンは海蛇に締め殺され、 カッサンドラーの予言は誰も信じることができない定めになっていたので、トロイアはこの策略にかかり、一世で陥落した。アイスキュロスのアガメムノーン、アガメムノーンによると、トロイア戦争はアカイア遠征軍の勝利に終わったが、アカイア軍の名だたる指揮官たちも悲劇的な末路をたどった。ショーアイアースはアテーナーの神殿でカッサンドラーを交換したことでアテーナーの激輪に触れ、 船を沈没させられて死亡した。メネラーオスは帰国途中、暴風に悩まされ、エジプトに漂流し、8年がかりで帰還。総司令官アガメムノーンは、帰郷後、妻とその愛人によって暗殺された。オデュッセウスは、オデュッセイアにあるように、故郷にたどり着くまで10年もの間、諸国を漂流しなければならなかった。ギリシア神話それ自体は、歴史書ではなく、あくまで神話である。 トロイア戦争については、紀元前1250年頃に、トロイアで実際に大規模な戦争があったとする説も、あれば、紀元前1700年から紀元前1200年頃にかけて、小アジア一帯が繰り返し侵略を受けた事実から、形成されたという説もある。そもそもトロイア戦争自体が、全くの架空であるという説もないわけではなく。 古代都市イリオスは長く伝説上のものと思われていたが、19世紀末、ハインリヒ・シュリーマンにより、トロイア一体の遺跡が発掘された。遺跡は9層になっており、シュリーマンは発掘した複数の時代の遺跡のうち、火災の後のある下から第2層が、トロイア戦争時代の遺跡と推測した。後に、第2層は、紀元前2000年よりも前の地層で、トロイア戦争の時代よりも、 かなり古いものであることが判明した。シュリーマンと共に発掘に当たったデルプフェルトは、下から6番目の第6層に破壊や災いの跡があることから、第6層がトロイア時代のものであると考えた。1930年代にブレゲンによって再調査が行われ、第6層の都市の火災は部分的で破壊に方向性があることから地震の可能性がいいと推測した。 そして第七層の都市は、火災が都市全体を覆っていることや、破壊の混乱ぶりから人為的なものであると推測する。また、発見された人骨も、胴体と頭部が分離したものが発見されるなど、戦争による人為的な破壊を間接的に証明した。現在では、第七層がトロイア戦争のあったと伝えられる時期、紀元前1200年中期であると考えられている。 トロイア戦争にまつわる叙事詩のすべてが架空のものではないとすれば、その中心はやはりイリオスの破壊と考えられる。都市が火災に見舞われたことは考古学的に間違いないが、それが侵略によるものかどうかは、可能性としてはかなり高いものの推察の意を出ない。さらに、トロイアの略奪があったとする場合、イーリアスに従えば、アカイア人による侵略ということにいるが、 ミュケーナイが総試験を握っていることや、ここに登場する諸都市がミケーネ文明に栄えた都市であることから、赤いイア人が入植する以前のミュケーナイ人による信仰、あるいはトラーキアやプリギュアの他民族による侵略であったと考えられる。少なくとも赤いイア人であったとする積極的な証拠は存在しない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。